これを。はあ、イチコル。マジかよ、なんだよこのクエスト。ちゃ、素材アイテムくらい出せよ。使えねえな、時間無駄にしたわ。待てこら、逃げんな。失った。倒せばレアアイテムが出るって話なのによ。私はこの世界に必要なのか。アインクラッド創生による世界崩壊の危機以来、姿を消したティアを探すため、アインクラッド中層付近で新たに解放されたフィールドを攻略中にプレミアが突如倒れ、そこに現れた仮面をつけた NPC はプレミアに起きた事象をまるで知っているかのような言葉を残す。俺たちは情報を得るためにその NPC と再び会うことができたものの、 NPC はプレミアとウリ二つの少女、ティアへと姿を変える。ティアはこれ以上自分と関わりを持たないよう告げて、再び姿を消してしまう。ティアに一体何が起きたのか。そして、このままだとプレミアはどうなってしまうのか。真相を知るであろうティアを追うため、俺たちはアインクラッドの攻略を進めることを決意した。後なんでしょ。アインクラッドの新フィールドが見つかったのって。ええ、もう多くのプレイヤーが攻略を始めているみたい。新フィールド解放ともなれば飛びつかないプレイヤーはいないよ。それよりもそこにはティアちゃんも行ってるのかな。目指している場所があるって言っていたからな。先へ進むために向かっているはずだ。探し出して何が起きたのか話を聞かないと。その影響をプレミアも受けてしまっているわけだものね。このままじゃ二人がどうなっちゃうのかわからないからね。だけどあの仮面をつけた NPC がティアちゃんだったなんて驚いたよ。見た目が全然違いましたからね。背も大きくなってたし。その上仮面までつけて顔が見えないとなりゃ気づけなくて当然だろう。でもなんで顔を隠してるんだろうな。遅くなってごめん。新フィールドの情報を集めてたら時間がかかっちゃって。お疲れ様、リズニー・エギル。次のフィールドへの道はしっかり調べてきたぜ。みんな。うん、バッチリ。それじゃあいよいよ出発だね。プレミア、具合の方は大丈夫か。おかしなことが起きたら。はい、わかりました。皆さん、
攻略頑張ってください。それからプレミアさんもくれぐれも気をつけてください。ありがとうございます。よし、それじゃあ攻略に向かおう。ティアに会って彼女に何が起きたのか真相